では活性化エネルギーについて学んでみましょう。活性化エネルギー、縦軸に反応に関わる物質のエネルギー量、横軸に反応経路を取ります。まあ、反応が進んでいきますよっていうね、横軸ね。で、縦軸が反応に関わる物質の全エネルギー量。で、そもそも、話の前提として、例えばさ、紙って、まあ、炭素とか水素が含まれてる。でさ、炭素とか水素って CO2 とか H2O の形になると、とってもとっても安心するものなんですよ。あ、炭素って CO2 だったら安定だな、水素って H2O の形だったら安定だなって、そんな風に、そんな風な性質を持ってるものなんですよ。だけど、だからといっていきなり紙が、あ、CO2 と水になりますってブーって全部いきなり紙が燃え出すわけないじゃん。そんなこと起きないじゃん。なんで起きないかっていうと、紙は紙でまあまあ安定だから、より安定な物質に変わろうと思ってもね、乗り越えなきゃいけないね、エネルギー的な壁があるんですよ。それを活性化エネルギーって言ってるんですよ。俺たちマッチで火をつければ紙は燃えるじゃないですか。そのマッチの火って、この活性化エネルギー、壁を乗り越えるべきエネルギーを投入してることになるんですよ、マッチで火をつけるって。だからA の物質が B の物質に変わろうとしたときに、A の物質が B の物質に変わるときに、A の方が、あ、これ B の方が、B の方がたとえ安定、B の方がたとえ安定だ、宇宙でね、エネルギー的にレベルが低いことをね、安定って言うんだけど、まあ、そっちの方向になりやすいっていうね。B の方がエネルギー的に安定なんだけど、だからといって、すぐ B にパッて燃えるわけじゃなくて、何かエネルギーを投入して、そしてこのエネルギー的な壁を乗り越えれば B になってくる。エネルギーの初めに投入が必要なんですね。マッチの火がさっきも言ったけど、それだよね。まあ、水溶液中だったら、まあ、何、その溶液の温度を上げて、分子の運動を激しくして、衝突を激しくさせて、で、すげえ強烈な衝突の一撃が、このエネルギーを与えるわけになるわけね。あの、ビーカーの中の反応はね。こんな風に乗り越えるべき、ここまで、ね、乗り越えるべき高さはここだよね。いい、乗り越えるべき高さはここだよね。なんで今回の活性化エネルギーはの大きさはここで、こちらで表されます。まあ、何度も言うけどね、あのマッチの火がね、この活性化エネルギーを与えるんですよね、紙が燃える反応ね。で、酵素がある場合はこの活性化エネルギーを小さくできます。よいしょ、ちょっと簡略化しすぎてるんだけど、よいしょ、これが酵素あり。確かに活性化エネルギーが低くなってます、小さくなってますね。活性化エネルギーが小さくなってます。酵素っていうのは活性化エネルギーを小さくすることができます。そうするとね、乗り越えなきゃいけない壁が低くなる、ね、乗り越えなきゃいけない壁が低くなるから反応が、ね、反応速度が上がるんだよね。これが、基本です。実際ね、あの入試で問われるのはね、まあ、酵素ね、あの、まあ、酵素みたいな触媒は活性化エネルギーを小さくする、ね、その辺しか問われないんですけど、ここまでが高校生の話で、じゃあもう少し、ここから先は全部大学生の話なんで、大学生のにつながる話なんで、余裕のある人だけで大丈夫ですけど、じゃあと、これ一体活性化エネルギーを小さくするって、まずね、そもそも、あ、それだけみたいな、なんかね、はみたいな、活性化エネルギー小さくするだけ、まあまあ乗り越えるべき壁が減った、まあまあそうじゃねみたいな、なんか、はい、ただそれだけみたいな思うかもしれないけど、酵素って、酵素がないと、11億年とか、十何億年に一回しか起こらない反応を生体内で起こすことができてるんですよ。だから酵素ってこの活性化エネルギーを小さくするって、もう尋常じゃない、
すげえスペシャルな、なんていうか、ことやってるんですよね。で、それどうやってやってるかっていうと、どうやってやってるかっていうと、これこうですね。例え話だけど、もう照れ合ってる2人がいると。本当は付き合った方が楽なのに、なんか例えが不適切って怒られそうだな。本当は付き合った方が本当は楽なのに、もう照れてなかなかくっつかない2人がいると。まあ、確かにお互いなんか、あらあの子なんか私なんかあの子俺のこと好きっぽいなとか思っても、いや私なんかね、こうショックとかね、刺激がないとなかなかこう安定なね付き合ってる状態にいかないですよ。で、酵素は何するかっていうと、例えばこの酵素が図書館なわけですよ。例えば2人とも本好きだったらね、あ、これは何これが図書館ね、図書館ってこんな形の図書館はねえけど、2人とも本好きだったら、例えば図書館と こっちの子の親和性が高いわね。あーって図書館大好きってね。で、この子も図書館と親和性が高いわね。あ、私も図書館大好き。で、手が触れ合うと、あーって手が触れ合うと。で、そうするとこれはこの形になりやすいよね。こういう風にね、生成物方向、これ、こっちが生成物ね。こんな風に生成物方向に今から向かいますっていう一番不安定な状態、まあ、この何図書館でこう手を触れ合った瞬間なんか一番二人は不安定だね。一番この生成物、こんなこと言ったら怒らないね、こんな例え話で怒んないほしいんですけど、手が触れ合う状態が一番不安定な状態だよね。こんな風に図書館で手が触れ合ったっていうこの状態、今にも生成物で転び落ちそうっていう状態、 DA になりそうっていう状態を遷移状態って言って、これは高校じゃ勉強しないことだね。酵素ってこの繊維状態を安定化するんですよ。ここだね。大学生になったらね、勉強するけどね、この状態ね、ここ、うわ手触れ合ったーって時で、この状態を安定化すれば D に転げ落ちやすくなるんですよ。で、しかもね、まあ、これもさらに発展だけど、A が繊維状態になって、で繊維状態から B に転げ落ちやすくなると。で、酵素はこの繊維状態の安定化を図ると、なるべく X になりやすいようにしてあげると。で、だけど基質って大抵いろんなものになりやすいんですよ。 Y っていう繊維状態になって C になっちゃったりとか、 Z っていう繊維状態になって D になっちゃったりとか、基質っていろんなものになっていく可能性を秘めてるんですよ。だけど酵素が X になりやすくさせてあげるっていうパワーで、酵素が X にだけなりやすくさせてあげてるから、 A は B になりやすくなっていくんですよ。他のわけのわかんない反応を進まないようにしてるんですね、酵素って、ね、面白い。特定の繊維状態だけを酵素は、安定化するっていうちょっと面白い性質もあります。これも大学内容です。で、こんな風にね、なんていうの、さっき言った例えば A1 と A2 があったら、 A1 とこれ交差、まあ、いいか。 A1 と酵素は結合しやすい。で、酵素と A1 の複合体に A2 も結合しやすい。そうすると2つの物質がつながった B が生じやすいみたいな、そんな風に酵素は触媒していきます、反応触媒していきます。この活性部位ね、ここの活性部位にプラスマイナスとかね、水素結合とか共有結合とか、いろんな仕掛けがあって、プラスマイナスで静電気的な力ね、いろんな仕掛けがしてあって、この活性部位にはまった基質を歪めて生成物に変える、そんな反応を触媒することができます、酵素は。だから、なんていうの、
このお山を小さくするんですよ、あの触媒、まあ、酵素を始めた触媒って。だからあのこれ国公立大学ね、化学で受ける子は知ってると思うけど、これってあの酵素って平行点変えないんですよ。酵素っていや、なんか昔東大で出たセルフ平行点は変えない。つまり酵素って反応速度を速めるけど、それって正反応も正反応も逆反応も速度速めちゃうんですよ。だから平行点は変わらないんですね。あとこれ A っていう村から B っていう村に行きやすくなったってことは、 B っていう村から A っていう村に行きやすくなってると同じだよね。だから、酵素は反応速度が速めるけど、それは正反応、逆反応、どっちの速度も速めちゃうから、平行点は変えないことになります。あの、化学受験する人、もしくは難関大学だった人は、この辺もちょっとチェックしておきましょう。以上、酵素のね、酵素が活性化エネルギーを下げるって話、ね、あの、それぞれの基質と、いろんな基質と結合しやすくなってて、で、一方のね、あの、一方の方向に進む、繊維状態を安定化させることで、特定の生成物を作り出していると。だってそりゃそうだよね。なんていうの？いくら、だってこういう風に出会っちゃったらダメでしょ。なんていうの？こんな風に2つの、なんていうの？2人がさ、こんな風に出会ってもさ、なんていうの？別の繊維状態を取ってもさ、これはもう逆に2人は喧嘩してる。ね、逆に2人は喧嘩しちゃうでしょ。2人がどうにかなりやすい繊維状態を取りやすくすることで、ね、あの一本ね、仲良しの B っていう生成物で、反応を進めていくんだよね。いろんな繊維状態を取りうるんだけど、そのうちの特定の繊維状態だけを安定化して必要な生成物の、必要な生成物を生成していくっていう、これが、酵素の働きでした、ね、あの後半ずっと、ね、難しい話だったけどね、まあ、余裕のある人は、ね、見てみてください。余裕のある人は復習してみてください。